いや、ここのチャーハンめっちゃ美味しいわ。これ、しかも60円やで、ね。240円ぐらいで、小やけど、全然大盛りぐらい、チャーハン大盛りぐらいの量があるよね。やっぱチャーハンはね、美味しいわ。男のロマンやな。麻婆茄子卵チャーハン、これでいきたいと思います。台湾グルメといえばゾロ。どうもゾロです。はい、今日はですね MRT 新埔3番出口から徒歩7、8分ぐらいですかね、本場台湾のうまいチャーハンを発掘したいということでね、名前がねチャーハン大王、大王っていう名前のつくねチャーハン屋さんに行きたいと思います。はい、じゃあ今日も元気に行きましょうか。さあさあ皆さん、今日はねチャーハンですよ。チャーハン、台湾でね美味しいチャーハンって言えばね、大体皆さんディンタイフォンとかティエンシュエイローとかね名前が上がると思うんですけども、確かにね2軒ともすごく美味しいし、台湾人がね美味しいと思うチャーハンでもやっぱりディンタイフォンとかティエンシュエイローって言うんですけども、確かに美味しい、本当に美味しい、僕も美味しいと思う。でもねやっぱね値段が高いんですよね。ディンタイフォンもティエンシュエイローもね、高くて美味しいのは当たり前、安くて美味しいから値打ちある、安いは正義だっていうのがねこのチャンネルのモットーなんで、まあそのモットーからね沿って言わせてもらうと、 MRT のねちーちゃん七張駅の近くにね元ディンタイフォンのシェフがねオーナーシェフとしてね経営してるね中華食堂があるんですよ。そこのね卵チャーハンがねマジで美味しくて、僕三つ星つけてるんですよね今のところ。そこのねダンチャオファン、シンプルな卵チャーハンが台湾で一番美味しいと思ってるんでね、またよかったらねあの概要欄に URL 貼っておくんで、よかったら皆さんチェックしてみてくださいね。三つ星なんでね。で今日はね MRT の新風なんですけども、今回はね南エリアなんですよ。南エリアをね歩くのは今回が初めてですね。北側のエリアはねちなみにね激安激うまのめっちゃ美味しい小籠包屋さんがあるんですよ。そこも三つ星つけてる小籠包で、ユーミンイエスって言ってね、ユーミン夜市の中にあるマーラー小籠包、辛い小籠包が食べれるお店とか、あとなんとね台湾全土で最安値のねルーローファンがあるんですよ。ルーローファン1杯15元、約60円ですよ。この2021年、令和3年に。やばいでしょ。それもね、その、今言った三つ星の小籠包屋さんのすぐ隣の隣ぐらいにあるんですよね。その2軒もね、すごくおすすめなんで、これもね、概要欄にね、URL 貼っとくんで、よかったら皆さんチェックしてみてくださいね。いや本当ね、台湾はね小さな島国やけど本当にね美味しい食べ物が多いですよね。台北だけでもねほんまもう数えきれないぐらいのね美味しいお店がいっぱいあるんでね、台湾旅行1回じゃね全然足らない、2泊3日とかじゃ全然足らないですよね。わあお母さん野菜の下ごしらえしてる、いいな、こういうのいいですね。古き良き台湾って感じやな。はい、でここのね大きな交差点をね左に曲がります。でこれを左に曲がったらちょっとねまっすぐ行ったところにあるみたいですね。あ、いいな、向かいにはね大きな公園があってね、いいですね。この辺は割と住宅街って感じやね。すごい人が減った、いきなりね。こんなとこ多分観光客全然来ないと思うよ。地元の人たちしか来ないエリアやと思いますわ。そんな中でチャーハン大王やからね、大王やからね、台湾のローカル食堂大王つけがちみたいなね。ちなみにねあのチャーハンのことは中国語ではねチャオファンって言います。はい、だから大王のことはダーワンって言うんでチャオファンダーワンって言いますね。今から行くお店はね楽しみやな。わーすごい、なんか大きな分譲マンションかな、建設してるね。このギャップよ、奥のでかい分譲マンションと手前の古めかしいアパートのギャップよこれね。いいな台湾って感じやな。あ、って言ってたら着いたわ着いたわ。チャーハン大王って書いてる、チャオファンダーワンって書いてる。おお、これか、へえ、楽しみやな。
はい、着きました。ここですね。ここがね、チャーハン大王ですよ。いや、もうこれ大王がつくからにはね、めっちゃ美味しいチャーハンが食べれるんじゃないかな。めっちゃ楽しみやね、これね。そこにね、ほら、青いカゴのバイクが置いてる。これ出前とかもするんかもしれないね、このウーバーイーツの時代に。あ、これなんやろ、ラーチャーを熱いため。なんか夜になったらもしかしたら居酒屋になるのかもしれないね。ほら、なんか居酒屋っぽいメニューもあるね。もしかしたら夜は居酒屋になるんかもしれない、わからないけど。よし、じゃあね、行きましょうか。楽しみやね。36度2分你好一位内容好谢谢 OK ほら、なんかビールとかもあるから、やっぱりね、夜はラーチャーを熱いため、あの居酒屋になるんかもしれないね。はい、じゃあね、メニューもらってきたんでね、見ましょうか。はい、メニューはね、こんな感じです。わ、すごいな、めっちゃメニューの量が多いよね。本当にね、夜は居酒屋みたい。ほら、何、麻婆豆腐とかあるし、ほら、全部100元でしょ。台湾の居酒屋ってね、一杯って言って100元の居酒屋多いんですよ。スワンニーパイローとかあるしね。あのラーちゃんの動画はね、またね、あの概要欄に URL 貼っときますわ。2万回以上再生されててね、台湾式居酒屋のね、人気の動画があるんで、よかったらチェックしてみてくださいね。じゃあ今日はでもね、このね、チャーハン大王、チャオファンダーワン、チャーハン屋さんなんで、チャーハン頼みましょう。まずこのシンプルのね、このね、シュワンダンっていうのは、このシュワンっていうのは2っていう意味なんです、数字の2ね。だから、このダンっていうのが卵なんで、シュワンダンやから、卵2個使ってる卵チャーハンっていうのがね、予想されますよね。これのシャオワンいきましょうか、これね。はい。シンプルなね、卵チャーハン。うん。卵チャーハンが一番ね、あの腕がわかるからね。あとどうしよっかな。これ麻婆豆腐いいな。麻婆豆腐とチャーハンもいいよね。この麻婆茄子とチャーハンもいいな。麻婆茄子とチャーハンもいいね。どうしよう、どうしよっかな、どうしよう。あ、チャオメンもある。焼きそばもあるね。あ、このガーリーチャオメンもいいな。カレー焼きそば安いね、70元やって。うわ、どうしよう、迷うな。焼きそばもいいな、カレー焼きそば。あ、でもこの麻婆茄子、麻婆茄子とチャーハンもいいな。どうしよう。やっぱりね、このね、バジルとナスビのね、麻婆茄子、これいきますわ。卵チャーハンとこれとね。で、スープももらおうか。スープも安いな。どうしよう、何にしようかな。じゃあこのね、海苔とゴンワン肉団子、海苔と肉団子のスープにするわ。じゃあこれでいきましょうか。で、ここに7番って書いてるんでね、ネイヨーね、店内飲食で7番って書きます。じゃあこれでいきましょうか。はい、谢谢。でね、ここでね、台湾はセルフサービスなんでね、自分で取ります。じゃあね、注文してきたんでね、待ちましょうか。楽しみやね。はい、というわけで今日はね、本場台湾のね、うまいチャーハンを発掘したいということでね、チャーハン大王、名前がね、チャーハン大王っていうね、大王がつくね、チャーハン屋さんに来ました。で、これがね、名物のね、チャーハンですよ。シュワンダンチャオファン、あの卵2個使ったね、シンプルなね、卵チャーハンですね。本当にね、卵とこれネギしか入ってない。これ青ネギじゃなくて玉ねぎやね。うん。で、やっぱね、チャーハン注文したらね、麻婆豆腐か麻婆茄子かがいいなって思ったんやけど、今回はね、麻婆茄子にしました。これめっちゃ美味しそうやね。めっちゃ美味しそう、ここの麻婆茄子ね。楽しみやね。あとスープでね、肉団子と海苔のスープをね、注文しました。卵も入ってるね、これね。これ30元やで、ね、30元の大きさじゃないよね。
いやすごいわ。じゃあね早速食べていきましょうか。まずはね名物のねチャーハンからいきましょう。卵チャーハンからね。これチャーハンもねめっちゃ美味しそう。米粒一粒一粒がねすごい綺麗にくっきりしてる。どうかな。おパラパラやね。パラパラ系やね。じゃあねいただきます。ここのねチャーハンは何やろ、ディンタイフォンとかねさっき言ったあのちーちゃん MRT のちーちゃん7針のシンプルな卵チャーハンと違って、あそこはなんか塩だけ、味付け塩だけみたいな、ラードと塩だけみたいな感じなんやけど、ここのやつはほんまラーチャーを熱いため台湾式居酒屋で出てくるチャーハンのね醤油とかオイスターソースとか入れてる感じのね旨味のあるチャーハンやね。でも具は卵と玉ねぎだけで、お米が本当にね結構固めに炊いてあって、なんやろアルデンテチャーハンみたいな、うん、感じやね。芯が残っててね美味しいわ。これパラッパラやね。うまい。いやここのチャーハンめっちゃ美味しいわ。これしかも60元やんだよ。240円ぐらいで小やけど全然大盛りぐらい、チャーハン大盛りぐらいの量があるよね。いや美味しいわ本当。卵ね2個使ってるから卵の量も多いし甘みがすごくある。卵のふんわりした甘みがねうまい。これうまいね。いや来てよかった。もうこれだけで来てよかったわ。やっぱね今日うまいチャーハンが食いたかったんで、うまい。じゃあ次はね麻婆茄子いきましょうか。台湾バジルと茄子びのね甘辛く炒めたやつね。これめっちゃ美味しそう。もうお皿にね美味しいって書いてあるからね、まあ美味しいんやろうね、うん、どうかな。じゃあねいただきます。美味しいわ。これナスビね、長ナスやね、うん、で、アクもしっかり抜いてあって一回油で素揚げしてね、それから甘辛い醤油ダレでね炒めてるバジルとひき肉と一緒に、いやこれ美味しいわ。見てこの濃厚そうなソースが下に溜まってるわ。これね、じゃあこの台湾バジルと一緒にねたっぷりソースにつけてね、いただきます。ここめっちゃ美味しいよ。めっちゃ美味しい。味付けがほんま美味しい。これはね白ご飯と一緒にうわーって食べたくなるね麻婆茄子やね。これうまい。ちょっとピリッとしてね、唐辛子も入ってるんでちょっとピリッとしてね。いやこのね茄子びの素揚げ加減が抜群やね。くったくたになってる茄子びが、量もたっぷり入ってるしね。これで100元やで。400元、これは値打ちあるわ。じゃあ次はねスープいってみましょうか。これは岩のりとボンワン肉団子のスープやね。でも卵も入ってる。これね30元やで。普通のローカル食堂で注文する値段と一緒やのに、見てこの器がでかいよね。すごいたっぷり量が入ってる。ボンワン肉団子も3つ入ってるしね。どうかな。台湾のスープはでもね、なんやろ、薄いところが多いんですよね。なんかお湯通り越して水みたいに薄いところが多いんやけど、どうかな。いただきます。普通。スープはね普通かな結構ね味が薄い、うん、だけどこれはね分かるわ。なんでか分かるわ。あのチャーハンも結構味濃いし、あのこの麻婆茄子とかも味が濃いから、他のおかず全般ね全部味が濃い味付けやと思うね。ここ居酒屋なんで夜になったらね、だからスープをね薄くしてあるんやと思う。口直しにね、分かる分かる、これは分かる、意味がちゃんと分かる、うん、優しい味やね。優しい味よりちょっと薄いかなって感じかな、うん、卵は滑らかやね。いやこれゴンワンね、肉団子、ここのやつかわいいね。一口サイズでちっちゃい。
まあまあ普通に美味しいかなって感じだね。これ量がね多いのがね嬉しいわ。まあ個人的には本当にちょっと味が薄いかなって思うけど、このおかずとかチャーハンとかと一緒に食べてたらちょうど良くなってくるのかもしれないですね。はい、というわけでね、タイムトゥー麻婆茄子チャーハンの時間がやってまいりました。はい、もうねこれは絶対やらないとダメや。まずねこのチャーハンをねここに入れますね。このパラッパラのダンチャオファン卵チャーハンを入れます。はいね、からのこのね美味しいね麻婆茄子をね、バジルと一緒にひき肉も一緒にね、たっぷりソースに絡めたものをここのダンチャオファンの上に乗せますと。はい、もっと乗せよう、もっと乗せちゃおう。はい、贅沢にね、はい、乗せました。はいね、からのこれでね麻婆茄子卵チャーハン、これでいきたいと思います。めっちゃ美味しいわ。来てよかった、本当に来てよかった。これちょっともっとやらして、もっとやらして、これね。いやもうねやっぱチャーハンはね美味しいわ。本当このロマンやな。麻婆茄子ねたっぷり乗っけてね、これでねもうかき込む。いただきます。いやこれはマジでうまいわ。いやこれねめっちゃ家の近所にあってほしいわ。おいしい男飯って感じ。スープ、でもやっぱスープちょっと薄いな。このねチャーハンのねマジでこれ米の炊き加減がねポイントなんやと思う。ここのお店はね本当にね結構固めに炊き上げてる。ほらパラッパラでしょね、パラッパラなんですよほんまに。マジでね一粒一粒にね芯が残っててね、アルデンテって感じですね本当に。美味しいわ本当に。これねマジでチャーハンだけ食べてもねかなりレベル高いチャーハンやと思うよ。シンプルな味ではないんやけど、複雑な味なんやけど、いろんな調味料入れてると思うから。でも限りなくねシンプル、どっちやねんと。はい、完食しました。いやこれはねめっちゃ美味しかったわ。もうね大満足やね、ほんまにね大満足やわ。とにかくね麻婆茄子の味が濃いんでね、もうこのチャーハンと一緒に食べたらね至福でしたね。はい、もうチャーハン自体が美味しい。もうねチャーハン大王ね、この大王のね何恥じないねチャーハン屋さんやと思います。はい、また美味しいねチャーハン屋さんね発掘できたと思いますわ、本場台湾のね。今日もありがとう、ごちそうさま。はい、まとめます。本場台湾のうまいチャーハンを発掘したいということでやってきました。その名もチャーハン大王。名物のシュアンダンチャオファン、卵を2個使用したシンプルな卵チャーハンは60元約240円。うまー。ディンタイフォンみたいに味付けが塩とラードのみみたいなシンプルさではないんやけど、お米の炊き加減が固めで一粒一粒がくっきり際立っていて、パラッパラで旨味と甘みがあってうまい。ちゃんと火がくぐっている香ばしいチャーハンでした。よっ、さすがチャーハン大王。こちらの麻婆茄子は100元約400円。うまー。きちんとアク抜きされてしっかり素揚げした茄子を甘辛い醤油だれとひき肉とバジルで上手に炒めてあって、これは白飯何杯でもいけるやつ。
卵チャーハンと合わせて食ったら、あーもう至福の時。岩海苔と肉団子のスープは30元、約120円。うん、普通。まあ安くて量もたっぷりやから値打ちはあるけどね。全部合わせて190元、約760円。わお、200元切ったで。よっ、さすがチャーハン大王。はい、というわけで今回の動画がね、少しでもね、役に立ったな、面白かったなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録とね、グッドボタン押していただけるとね、めっちゃ嬉しいんでよろしくお願いします。世界一の台湾グルメ情報チャンネル目指してこれからも頑張っていきますんで、まずはチャンネル登録2万人、ぜひね皆さん応援よろしくお願いします。というわけで今回は二つ星、安くて美味しくて値打ちのあるおすすめのお店です。